平野紫耀お茶目なもぐもぐショット公開、国宝級の笑顔でファンを癒やす。今回は、ジャニーズ事務所所属の人気アイドル、平野紫耀さんに関する興味深いニュースをお届けします。平野紫耀さんは、その国宝級の笑顔で多くのファンを魅了し、日々の生活を SNS で共有しています。最近、 彼が自身の公式インスタグラムでシンプルな食事ショットを公開し、ファンから大きな反響を呼んでいることをお伝えします。平野市洋、うなぎーバる姿に反響を。先日、平野市洋さんは自身のインスタグラムアカウントを更新し、スワンボートに乗った日の食事ショットを投稿しました。その投稿には、平野さんが美味しそうにうなぎをーバる姿が収められています。 この一枚の写真から彼の食べる姿勢だけでなくその笑顔がたくさんの人々に癒しを提供しています。最後の動画では平野志陽さんが行きますと10箱の蓋を開けうわ、やべ、と声をローラした後しばらく黙ってからもう満足と笑顔でコメントしています。 この短い動画クリップからも、平野さんの自然体でおちゃめな一面が伺えます。ファンからの熱狂的な反応。この投稿に対するファンからの反応は、驚くほど熱狂的で、コメント欄にはたくさんのいいねや感謝の言葉が寄せられています。彼の高級の笑顔と、食事を楽しむ姿勢に、ファンからは以下のようなコメントが寄せられました。 笑顔可愛すぎる最高のゆや氏お茶目棚からうなぎ食べたくなってきた。国宝級の笑顔美味しそうに食べる紫陽君の写真見てこっちまで幸せになった食べてないのに満足しちゃうのさすが平野市陽。笑いこれらのコメントからも平野市耀さんのファンたちが彼の日常生活に大きな共感を抱いていることが伺えます。その笑顔と食べる姿勢が 彼らにとって最高の癒しとなっていることが伺えます。結論。平野志耀さんのインスタグラム投稿は、彼のファンにとって喜びや幸福感を提供しており、その笑顔はまさに国宝級と称されるにふさわしいものです。彼のお茶目な一面も多くの人々に愛されており、彼の SNS アカウントをフォローし、いいねやコメントをすることで、 彼の日常生活に寄り添うファンたちが増えていることでしょう。平野志耀さんのこれからの活動にも期待が高まりますが、彼の SNS での日常生活共有は、ファンにとって特別な瞬間を提供し続けています。彼の笑顔とお茶目な一面を楽しんで、彼を応援しましょう。彼の公式インスタグラムアカウントをフォローし、いいねやコメントを通じて、 彼への愛とサポートを表現しましょう。